おはようございます。今は関越道の三好パーキングですね。7時過ぎに、家を出て練馬インターまで行って、そこから関越に乗ってきたというとこなんですが、早速鶴ヶ島から先、東松山まで10キロぐらい自己渋滞ということで、それを避けるための作戦会議を、一人作戦会議をしていたところですね。まあそれはさておき、今日はキャンプに行くと、キャンプに行くっていうか、まあツーリングに、一泊のツーリングに行って、その宿泊手段がキャンプということで、走っております。今5月中旬半ばなんですけども、まあ、5月って非常にいい季節じゃないですか。暑くもなく寒くもなく、そして雨も降らないという、非常にまあ行楽にはねいいシーズンなんですけども、ご覧の通り雨と、まあ、2022年はですね、5月ちょっと雨が多いみたいで、本来だったらこんな雨の中出かけないよなって感じなんですけど、天気図をね1週間にらめっこすると、どうやら、長野の新州ですよね、松本の方は今日は晴れと、雨のち晴れみたいな天気予報になっていて、それを信じてですね、今日は松本までですねキャンプに行くと、ツーリングとなっております。まあ、走りも楽しみたいということで、国道299号線かな、このルートを、まあ、主軸とした、ルートで、秩父から八ヶ岳方面に抜けるようなイメージで、大気とかね、奥多摩とかあっちの方ですかね、抜けていくイメージというルートを組んでいます。だったんですが、まあ、冒頭の話に戻ると、鶴ヶ島から先東松山まで、10キロぐらいの自己渋滞ということで、まあ、それを避けたいと、まあ、別に急ぐ旅じゃないんでハマってもいいんですけども、お金を払って高速に乗ってつまんない思いをするのも尺なので、ちょっと、ルートを変えて鶴ヶ島ジャンクションから圏央道の方に逃げて、でそこから、299号線に沿う、奥武蔵グリーンラインですかね、ここを走って秩父に抜けるというルートにしたいと思います。でなんかどんどん雨強くなってんだけど、これさ今日止むんだよね本当に。なんか雨が弱まってきました。ほぼ小雨みたいになってるかな。いやー、朝すき定食美味しかったですね。だいたい僕はツーリングに来てちょっと郊外に来ると、すき家に行くこと多いですね。なんとか天気が回復していくかなといったところで、グリーンラインに向けて走ってるところです。このモロっていう毛に、下呂温泉のロモロっていう場所なんですかね、ちょっと全然馴染みがなくて、いいね、やっとトラフィック抜け出してやっと気持ちよく走れる感じですよこれ。まあただ雨なんでね、慎重に行きたいと思います。初めての道だし、あー楽しい、早くも
応ナビに、県道なんで太めの線で書かれてるんで、それに従ってますけど。いや俺これ埼玉の山の中走ってるんですけどさ、今日本当に長野行くんだよね。車のボディがどうえらいことになってる。通行止めになってる。はい。嘘でしょ。はい。はい。嘘でしょ。
入ってるじゃない。いやー最高だ、サイアンドコーです。いやー秩父にやってきました。家出たのが7時ぐらい、3時間半ぐらいか。池袋からレッドアロー号に乗って1時間半ぐらいでしたっけ。まあでもそう考えたらこんだけ遊びながら来て、まあ3時間半ぐらいか、倍以上時間かかってますけど、その分楽しめたんじゃないですかね。坂トンネル最高なんだけど、天気といい気温といいシチュエーション、車いないし、気持ちよかったですね。天平温泉塩島湯と、本当はねこの県道124号線かな、群馬県道124号線で、北愛媛、長野県のぶどう峠を越えて長野県の北愛媛村に抜ける予定だったんですが、あえなく通行止めということで、再び国道299号線に復帰して、柵の方ですかね、西に長野県側に降りていきたいと思います。もうそろそろね2時なんで、キャンプ場にノーズを向けていたいとこなんですが、
まだ群馬県みたいな、長野にすら入ってないんだけど、まあのんびり行きましょう。国道ですよ、ここ。うわ、行けるかな、大丈夫か。あれ、俺合ってる道、合ってるよね。頼む、299だよね、合ってます。さあ今国道299号線を長野方面に、峠を越えて、長野側に入りました。2車線の国道を快調に西へ、長野に向かって走ってると。で、長野佐久の方に着いたら一回そこで買い出しをして、そこからまた美ヶ原方面に上がっていくと。でキャンプ場に到着と。もう3時でだいぶ時間をしてしまってるので、無料の有料道路も使えない、無料の有料道路って今なんかすごいおかしいこと言いましたけど、無料の自動車専用道路も使いながら、上田佐久の方から回っていくっていう、ルートで、まあ時にはそういう割り切りも必要ということで。
こでもいいって言われたら悩んじゃうんだよね本当に。おお、なるほど。いいじゃない。好きなとこ貼っていいって嬉しいね。サイトはそんな広くないんだろうな。今回これね、新しくしたんですけど、キャンプ道具入れる箱ですね、ソフトケースにしてます。アルバートのマルチギアコンテナっていうやつですね。